皆さんこんにちは。今回は AMD から発表された RDNA3 搭載の新 GPU RX7000 シリーズについて短時間でまとめます。最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず RDNA3 の特徴から確認していきましょう。ポイントを簡単にまとめると、 RDNA2 の弱点と言われた 4K ゲーミング性能を大幅に改善しつつ、高いワットパフォーマンスも実現になります。4K ゲーミング性能は旧世代と比較して 1.7 倍のようです。 GPU としては世界初のチップレッドデザインを採用し、メモリコントローラーとインフィニティキャッシュを MCD に独立させています。それ以外の部分は GCD という構造です。つまり機能別に別々に台を開発し、製品版ではそれらを組み合わせたものが発売されます。チップレッドのメリットは部止まりの改善が可能になり、価格を抑えやすくなることです。またコアを増やしやすくなるメリットもあります。プロセスルールは GCD が5ナノメートル、 MCD が6ナノメートルです。 MCD は GCD と同等の微細化はしなくても必要十分な性能が出るので、チップレッドで台を分割したのかなと考えています。製品のサイズが小さいことも個人的には良いと思います。 RTX4090 はデカすぎて PC ケースを選ぶからです。 2.5 スロット厚なら PC ケースの選択肢が増えます。発表された製品はハイエンドモデルの2製品です。はじめにラデオン RX7900XTX を紹介します。 RX7000 シリーズのフラグシップモデルです。注目は 24GB のラムと 355W の消費電力、 AV1 エンコード&レコード対応だと思います。 RTX4090 は 450W のため約 100W の消費電力が低いです。製品発表会では AMD はディスプレイポート 2.1 を最も推していたように見えましたが、現時点では微妙だと思います。ディスプレイポート 2.1 のリフレッシュレートは 4K で 480Hz、 8K で 165Hz です。対応しているディスプレイが現時点でありません。ただし将来性としてはアピール要素だと思います。電源は8ピンが2個で、従来の電源をそのまま流用できます。 RTX4090 のような変換は不要です。クロックは抑え気味に見えますが、オリジナルモデルではもっと高いモデルが発売されると思います。続いてラデオン RX7900XT を紹介します。こちらはラデオン RX7900XTX の一つ下のモデルになります。ただ性能を見る限り、今回発売される2製品のうち買いはラデオン RX7900XTX だと思います。理由は価格です。ラデオン RX7900XTX は$999、ラデオン RX7900XT は$899です。$100しか差がない割には、ラデオン RX7900XT はラデオン RX7900XTX に対して結構性能が落ちている気がします。そのため、ラデオン RX7900XTX は争奪戦になると思います。日本国内価格は不明ですが、ラデオン RX7900XTX は20万円前後、ラデオン RX7900XT は16万円前後と予想します。ここに来て円高に進み始めたので、価格が抑えられる可能性があると思います。初日完売になる可能性が高いので、初日に手に入れられないとしばらく入手困難になる可能性があると思います。ではまとめです。RTX4000 シリーズは性能重視で世界最強を目指す製品設計でしたが、 RX7000 シリーズは多くのユーザーが求めるハイエンドモデルを意識した設計だと感じました。価格、性能のバランスを考えたとき、ハイエンドを求める人にはちょうど良いと思います。日本では GForce が強いですが、本世代についてはラデオンがかなり健闘すると予想します。 RTX4000 シリーズについてはRTX4090 は現状の価格でも良いかもしれませんが、 RTX4080 以下では RX7000 シリーズと性能競合する可能性が高いので、価格を下げないと売れない可能性が高いと思います。個人的に気になるのはドライバーです。ゲームだけなら良いかもしれませんが、動画編集メインの方だと、私は AMD のデバイスドライバーに苦しめられた過去があります。最初から安定していれば良いですが、過去の傾向だと安定するまで時間がかかるかもしれません。ただ GForce を動画編集メインで使っている方でも、今回は設計一新なこともあり、ラデオンを買いたくなった方もいるのではないでしょうか。それくらい RX7000 シリーズはインパクトがあると思います。それでは
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。